北海道根室市の花咲港で16日、サンマ漁の主力となる大型船の棒受け網漁の水揚げが全国に先駆けて始まりました。水揚げ量は大型船4隻合わせておよそ68トンでした。今年は去年より量が多く魚も大きいということです。市場関係者によりますと、例年は船の大きさによって解禁日をずらしていましたが、今年は統一して行われ、より多くの船で漁場を探せたことで漁獲が増えたということです。市内の市場で行われた競りでは最高で1キロ724円の値がつきました。去年は1キロおよそ14万円の過去最高値を記録しましたが、今年は漁獲量が増加したことで価格が落ち着きました。サンマ漁は12月末まで行われます。